イギリスの構成国。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北、アイルランド現在、スコットランドの国家として公に定められたものはない。しかし、多くの曲が非公式の国家として使用されている。有名なものでは、スコットランドの花や、勇敢なるスコットランド、スコットランド人余がある。2004年、権限が移譲されたスコットランド議会の法律からが、スコットランドの国家を選ぶことは、 スコットランド議会の法的な権限内であると助言し、これがイギリス議会に留保された事項であるとする意見に反論した。この判断はいくらかの関心を引き、スコットランド請願委員会へのスコットランド緑の党に支持された請願が付託された。この請願は国家問題を政治的優先事項であるとみなさず行動を取らない、選択をしたスコットランド政府への勧告なしに、 付託されたスコットランド国家についての議論を再開しようとする、その後の試みもある。ほとんどの国際スポーツ協議会では、スコットランドの花が国家として使用されている。これらスポーツイベントには、サッカースコットランド代表とラグビーユニオンスコットランド代表も含まれる。2010年のコモンウェルスゲームズでは、スコットランドの勝利の曲として、 勇敢なるスコットランドに変えて使用された。2006年6月にロイヤル・スコティッシュ還元楽団がオンライン世論調査をウェブサイトで行い、スコットランド国家にふさわしい曲をウェブサイト閲覧者に尋ねた。1万を超える投票のうち、スコットランドの花が41%の得票率で第1位となり、勇敢なるスコットランドが29%で第2位と続いた。 他に提案された曲には、ロバート・バーンズのオールド・ラングサイニア、ハーミッシュ・ヘンダーソンの自由が何時のもとに来れることがあった。これらの曲の両方とも、それぞれ18世紀から20世紀にスコットランド語で書かれたものである。もう一つの提案は1902年に発表されたスコットランドのアザミである。これはもともとスコットランド・ゲール語で作曲されていたが、 スコットランド語に翻訳された。スコッツマン紙による報道にもかかわらず、スコットランド議会は国家問題に関する議会討論を開いていない。ホルルド S エンタープライズコミッティは、スコットランド国民党議員、マイケル・マセソンからのこの件に関する動議を否定している。ありがとうございます。